女医の先駆けとして大学病院に勤務していた那智里子さん。その頃に出会ったマザー・テレサの本の一節に感銘を受け、日本を飛び出し国境なき医師団に参加。2002年に訪れたミャンマーとタイの国境沿いの難民キャンプで医療の原点を感じたといいます。子供が痙攣して運び込まれてきて、 CT とかも何もない難民キャンプの中でビタミン系欠乏症による脳内出血だと思うからすぐタイの病院に送ろう。でそれを診断した人たちが医者ではなかったんですよ。メドックって言われているその難民キャンプの中から志願して本当に普通の方たちが抗脈診を取り、舌診を取りっていうようなことを聴診を取りなすってことを学んで、最終的に医者のようなことになって一緒に診察に入るんですね。で彼らが言ったことが正しかった時にはやっぱりすごいなと思いました。だから逆に言うと今までやった医療は何だろうか、そんな聴診器一本で見られるっていう医療っていうのを私たちは学んでこなかったわけですよ。人間とはこういうふうに見るべきなんだ、人とのコミュニケーションは言葉ではなく体からちゃんと出てるものを拾うものなんだ。医師としての患者との向き合い方を改めて考えさせられた那智さんは2012年特定非営利活動法人ミャンマーファミリークリニックと再縁の会を設立。ミャンマーの農村部では治療だけでなく病気にならないための保健衛生の知識と食生活の指導が必要だと気づき、巡回診療を行いながら村人たちにその重要性を伝えています。しかし電気がなくテレビやパソコンなど情報を得る手段がない村の人たちに保健衛生の重要性を理解してもらうことは難しいそうです。脚気に関しては脚気っていうのは何でなるのか、でそれはどうやって予防すればいいのか、で本当簡単なこと、簡単というか私たちが言うと簡単なこと、お米を食べる、ミャンマーの人たちはお米は主食なのでお米すっごい食べるんですね。そのとぎ汁をそのまま捨てないで豚にあげないで自分たちで飲みましょう。そうするとその中にビタミン B1 がいっぱい豊富に入ってるのでその中でも脚気にならない。活気にならないってことは何ができるかと、仕事を休まないで済む、仕事を休まないで済むってことはお金がセーブできるってこと に日常の日給がちゃんと手に入るってことにつながっていくので、それが一番大切なんだよねってことに落とし込みます。保健衛生を伝える中で特に重要なのは母親への教育。お母さんの理解があると子供たちへの健康とかそういうのにもすごく影響するんですね。一番面白いのがこの間ちょっと子どもたちへの歯ブラシ指導をしたんです。その時に子どもたち素直に覚えるんですけど、お母さんの理解がないとお母さんがそんなことやってないで手伝いなさいでそこで終わるんですね。だからお母さんのやっぱり指導っていうか教育ってとても大切だと思います。そして昨年の8月、一つの試みとして農薬を買うお金がなく細々と家庭菜園をしていた一人の女性にオーガニックの家庭菜園のレクチャーを行いました。彼女はですね、41歳で学校をそうやって行ったことがない、で学んだこともない、農業も学んだことがない、オーガニックはずっとやってたけども、彼女はなんでオーガニックやったか、お金がなかったから。それが今年の1月に収穫3倍になったんです。で最終的に何が起こったかというと、子供が制服買えなかったのが制服買って小学校行けるようになり、で塩が買えるようになり油が買えるようになり、家の建て増ししたんですよ、家の建て替えしたんですよ、竹のやつ。より高品質なオーガニックでの農産物の売り上げで彼女の生活は一変。この女性の成功例が周りの村人にも大きな影響を与えました。今度7月に新しい人たちのオーガニックのまた講習をするんですけども、彼女のようになりたいと参加希望者が増え、そんな村人たちから那智さんは大切なことを教わったそうです。素晴らしいなと思いました、本当に。でなりたい人の平均年齢がですね59歳なんです学校も行ったことがない人もいるんですよ。
だけどやっぱりそれでもやっぱり人間っていつまでたっても自分の意欲、そういう学びたいって気持ちとかがあれば成せるもんなんだってことはやっぱり思います。那智さんには今から13年後に達成したい明確な目標があります。今ミャンマーって平均寿命は66歳なんですね。私が53歳なんですね。であと13年後にうちの団体が消滅することを目標としてます。っていうのはやっぱり自立支援なので、いつまでも私たちの団体があるからこそ彼らが生活できるんではなく、最終的にはいやいや僕たちも全部生活自分たちでできるから、だから那智たちの団体いらないよって言ってもらうのが13年後の私たちの団体の中のみんなの今合言葉なんです。ミャンマーを訪れるたび思うことがあるそうです。そうです、宝物をもらってるような感じです。実は全然日本にいた時には逆にあまり気づかなかった人間の そのものの能力とか、いつまであっても可能であるとかできないと思うのは自分自身の気持ちとかなんだということに気づかず、本当宝物を毎回毎回行くたびにいただいているような感じ。